よし、どうもだけです。今日もね、いい人アプリの動画撮っていきたいと思うんですけども、本日はですね、はい、アップデートが来たんですけど、こちらの指名契約ですね。まあ、こちらの指名契約と、こちらのトルコのリーグの指名契約、この2つが来たので、まあ、どちらも、まあ、獲得必須級というか、まあ、これが、獲得した方がいいんじゃないかなというか、まあ、おすすめの獲得してほしい選手を、パッと紹介していきたいと思います。まあ、早速トルコからやっていきましょう。まあ、こちらのトルコのリーグに関しては2人いますね。1人目がメルテンスですね。メルテンスがですね、今回2列目からの飛び出しで、まあ、こんな感じで適正ポジションも広いんですよね。で、能力値見たらやっぱりここのドリブル能力、パス系統、ここら辺見たらめちゃくちゃいいと思いますし、決定力も86あったりね、カーブ数値も83あるので、まあ、めちゃくちゃ使えそうですよね。ただメルテンスやっぱスピードなんですよね。スピード64、ここはね70攻めてあってたら、まあ良かったですけどね。まあ瞬発がね、85あるので、ここはどうなるかって感じなんですけど、まあキック力も80超えてたり、まあ普通にね、まあスピードがもうちょっと速かったらガチスカあったかなぐらいですよね。で、スキルもね、ザブタとかアシュラ、今回、アクロバティックシュート、ワンシューワンパス、スルパ、低弾道、マリシャス、パサブと、いや、普通にね、使えそうなので、まあそこまで、スーパーサブの枠で、そんなに持ってないな、この枠持ってないなって方やったら、全然獲得してみてはいかがでしょうかって感じですね。で、もう一人がね、ユンデルということで、こちらが2列目からの飛び出しで、OMFとね、両サイドハーフ両ウィングできるんですけど、まあ普通にスキルもダブタルーレット足裏コンカーライジングミドルワンシュースルーパーピンクルアウトスピンとめちゃくちゃ優秀ですよね。いらんっていうスキルがないっすよね。まあで能力値ね、ドリブルもまあドリブルね使ってれたら90いったり、まあパスもね別に悪くなくて、決定力も別に悪くない、まあ80はいってほしかったけどね。でスピ瞬間めちゃくちゃ速いからめちゃくちゃ使えそうですよね。キック力も87とまあ普通に高いと思うんで、全然まあこの右のサイド結構ね恵まれてない人いると思うので、まあ結構使えると思いますよね。まあ、あと利き足サイドの左利きなので、左のウィングとか左のサイドハーフとか使っても面白そうですし、まあ普通にね、スルーパスも持ってるから、パサーにもなれるし、ドリブルもできるし、自分で決めきれるし、いや、めちゃくちゃいいと思いますね。普通に当たりやと思います。まあトルコのリーグはこの2人かな。はい、続いてこちらの、指名契約の方を見ていきましょう。まあこちら有名どころで言ったらね、やっぱりロドリとかジョレンテとかになってくると思うんですけども、まあ全体的に見た感じ、やっぱりまあロドリもいいんですけど、現環境にやっぱりあんま向いてないかな。まあ足元とか、まあパス筋もまあまああって、まあ、ディフェンス系統も、まあ、こんだけあってね、ただね、26レベルで、ちょっとイーフトハブで見ていくんですけど、やっぱ僕のおすすめの育成、こうやってやって、やっぱスピシュンがちょっとね、きついんですよね。やっぱここでね、どうなんかなって感じはするんですけど、まあ正直、アンカー全然持ってないよって方やったら、獲得必須級というか、獲得ありなんかなって感じはしますよね。まあ普通に数値的には強いので、まあおすすめは全然できる選手かなというふうに思います。ただスピシュンがちょっと遅いので、まああの指名契約のザカリアとか、めっちゃ持ってる人おると思うんですけど、まあそちら持ってたら別にスルーでもいいかなって感じはしますよね。で、あとはやっぱ全体的に見た感じ、もう一人はジョレンテかな。このロドリとジョレンテぐらいかな、マジ獲得必須級というかおすすめは。で、ジョレンテのおすすめの育成がこんな感じなんですけど、これ僕的にはあの無印の右サイドバック育成なんですけど、いや普通に強いと思いますね。僕でも獲得しようかなとちょっと思ってますよね。まあスキルに関してもね、やっぱり闘争心とかワンシュー、コンカとかマンマークアウトスピン、チェイシングスルーパスと、まあ普通に優秀なスキルを持ってますし、まあブロッカーとかつけてあげたら、まあ、さらに使用感上がりそう で足元もね、パス数値も切ってる子もね、地味に70乗ってんのめちゃくちゃいいですよね。なんか自分でね攻めていってクロスも上げれるし、中に行ったとしてもワンチャン決めきれるし、ディフェンスも高くてスピシューも速いで、スタミナも90超えてる。いや普通にいいと思いますね。まあジョレンテはまず優先して獲得した方がいいかなって感じしますよね。まあ僕的なおすすめなんですけど、こちらの方のジョレンテとロドリを、まあどっちかというか、まあどっちも恵まれてないならまあどっちも取って、まあロドリジョレンテまずそこを優先して、獲得してあげるのがいいかなっていう感じしますよね。まあこっちのユンデルメルテンスに関しては個人の自由でいいと思います。まあ大概の人は別にいいかな。攻撃的な選手っていうのは結構恵まれてる方多いと思いますし、まあどちらかといったらこっちのジョレンテとロドリ優先して取ってもらう方がいいと思いますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回指名契約の解説やったんですけど、普段もこういった感じで選手の能力値解説とか人選解説とかいろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価、コメント、そして SNS のフォロー、概要欄からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。